あ、すごいすごいすごい。あげる、あげる、あげる、あげる。両方一気に行け。いえー、ダーブリー。映らんでもらっていいですか、ドバッと。そんなに。すごいね。いや、本当に昔全そのままでしょ。そうそうそう、バイク伸ばせんですよ。ですよね。すごいな。すごい、なんか何かが回ってる。これ何なんですか、これ。ガルビとか石とかを、はい、一応きれいにする機械。中入れて仕分けするんだ。これ、本当はこれを横につけて、両サイド。はい。硬いっすね。大丈夫、禁止してください。カメラ禁止してください。どういうことだ、この網の目がこうやってだんだんになっとるの。これはすごい。おお、動いた動いた動いた。すげえ、リモコンで動いとる、ラジコンみたい。これが、おお、向こう、向こう。あ、すごいすごいすごい。分けられてる。粗いのとかゴミが出てきて、向こうが細かいのが。これもゴミなんすか。あ、ほんであそこにあんだけ細かいのが出せるんだ。あの、振るわないと、あの、汚いところがあるんで、うん、そういう時にこれ持ってって、汚いやつは処分場域に持って行って、ああいう綺麗なやつを、ああ、そのまま。これはすごいわ。あ、見よう。あれ取れとる？あっち。確かに、あっち細かいっすね。おぉ、ダイナミックやな、私は。わぁ、綺麗なやつで、また。おぉ、すごいわ。仕事ではどういう時に結構使うんですか？例えば、家とかマンションとか建てるときに、はい、昔って、はい、産業廃棄物って結構埋められたりするので、はい、それを振り分けする機械かな。おぉ、まあ、建設屋から頼まれて、そうそうそう、土木屋とかからテレコンから頼まれて、あ、でこれ機械あるもんで、あんたとかあるんでちょっと調べてきてくれるんですか。あとグラウンドの土とかって木とか入っとったら、はい、あ、そういうのをきれいになるか。あ、なるほど。きれいにして作ってあげる。あ、要は公園とか作るのに、じゃあこの土は悪い石がいっぱいあるで、ちょっと土一回古いかけようかって。土となんかある一部のなんか薬品みたいなのを混ぜるときれいにさらになる。土がある。あ、さらにきれいになるんですか。全然違うもんな、これ。こんなんじゃん。これは汚いもんね。これ汚いですよね。はぁ、全然違う。ここに入れてもらったら、社長も綺麗になる、綺麗になる。悪いもん出てますね。ぜひお願いします。でも悪いもん出したら、多分これぐらいしか出てこない。ドバだったら練習で大丈夫だから、うん、そうそうそう、ちょっとビビっとるよね。なんかいつもの勢いがないよね。もっと思いっきりやっていいっすっちょうすくったね。オッケーオッケー。社長にも今から登ってもらおうかなと思って。怖いよそれは。俺横につくから。マジですか。マジ？あそこめがけて登りますか。マジですか。前に進めてください。すごい登りましたね。登るね、全然余裕。
ょっとこわばっとるでもうちょっと勢いよく行けます行けますはい、はい、大丈夫大丈夫ほらおぉマジっすか倒れるっすよ大丈夫大丈夫いけるうわうわしちゃるよいや危ないでしょもうすぐこっちあはい両方一気に行け行けあー無理本当にわーこわっこんなんですかほんでほんで旋回ですこれをあこれをあほんでこれで下向けるんだ大丈夫ですか？足場悪いですよ。大丈夫大丈夫。足場悪い足場悪い。怖っ。これはすごいな。で駆け上げると。おお揺れる揺れる。揺れるもんでハイド板をこう支えると。これで一応安定感安定感代わりに。そうそうそう。これが上下したら上下の横にしたらこっちが横じゃない。それを組み合わせてすくい上げる。ほら。そうそうそう、それで作ると、そうそうそう。こっちもまた難しい。前にすると横じゃない。斜めに開くみたいな。そうそうそう。じゃああとは俺が綺麗にします。はい、お願いします。はい。そのままタイヤ見とったら。やばい。倒れる。しかも今も思うけどくっそ斜めだからね。すごい。だってここ動かしながらこことかあるじゃん、うん、そうするとこう取れんじゃんだって今もさこっち動かしながらこっち動かしてこっち動かしてみたいなずっとしてるもんそれも2方向だけじゃない、うん、あそこだったらさ上と下横横じゃん、うんうん、斜めも使ってこれだけだったら1方向じゃんでもこうやりたいんだったら斜めじゃん、うん、でそれをまたこっちも両方だって8歩同時に使ってる結構頭とセンスないと落ちんかなあれ大丈夫かな落ちるよね落ちてきてる、落ちてきてるけど大丈夫かな、結構よし、はい、あとは事務所とタイヤショベルに乗ってもらうかタイヤショベルじゃないですか車みたいにこうやって積むやつを、はい、ちょっと見ましょうか、はい、あー、これよく見ますねこのレバーでこうあこの手元のレバーでこれと横あの爪の動きとそれでやるんですね。あれを上に行こうと思うんだから。はい。これはどう動くんですか。あこれ動いてないんだ。タイヤの動きでか。例えばあれを作りたい場合は。はい。おお。ガツイ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 。ああ。怖っ。でこう行ってこうあこう行ってね。そうそうそう。好きなとこ走り回っていいんですか。好きな。ああ。大丈夫ですかこれ。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。うわあ。ねえお前。取るよこれ。はい。で。そう、上げる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 。あ、こうか。そうそうそう。で、持ってつく。そう。で、あのトラックに積んでみますか。マジですか？いいっすか？バック、バック、バック、バック。いいっすか？これバックです。それでバック入れて。バックして。あ、トラックいいっすか？あれに、あれに目がけて。もう、怖っ。あ、で、ドライブ入れて。で、あそこに荷台にちょっと上げといてでもうちょっと左ですどこ大丈夫か、はい、あっちあれに積みますかあれに、はい、大丈夫ですかお前大丈夫大丈夫大丈夫少し下ろしてバケツを下に下ろして下前に押せばいいですこうですか、はい、で開いてみてください外に。おお。いいかこれ。はいはい。上げちゃっていいです。ドヤ顔。俺やったよみたいな。すげえ。あこうやってやるんだ。こうやって積むんですね。いやこれは大変だなでも。何回もこれを運ぶわけですよね。そう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 。OK です。ありがとうございます。いやこれ面白いな。はい
これは誰でも乗れる。センスあるんちゃうんすかね。いや、センスじゃない、まあ、教えてもらってこれぐらい大丈夫で大丈夫で、金にならんのなんか一杯一杯5分かかっとったらもうだって金にならんすよね、はい、これは早くやらな商売は銭ならんもん。へぇ、ちょっとこれ面白いな。あとは十分すぎるくらい、十分すぎるな。あの事務員の人おるじゃないですか、はい、めちゃ歌うまくって、はい、ちょっと後で取りに行こうか。後で取りに行ったってことで、はいはい、ちょっとじゃあ事務所最後行ってみましょう。よろしくゴー。よろしくゴー。シュッ、これ何かしてる。シュッ、海さん。ここ辺にも重機めちゃくちゃあるけど、現場にも重機置いてあるんですか。重機めちゃくちゃ持ってっとだいぶ、うん、金かかっとるんですよね。何億っすよね。いやさっきのあれ、これでいくらぐらいするんですか。これでもね、1000万ちょいぐらいかな。するっすよね。そんな金無でね、社長のフェラーリよりはよく出るっすね。これすごいよな、でも。いや、俺こういうの好きな人多いじゃん。こういうダンプとかさ、大きい重機とかな。で、結局こういうのが仕事なわけよ。これ田んぼとか埋めて、俺もこれを頼んどるわけよ。結構お値打ちになってくれるよ。来航、ほら重機土木解体、作業、運搬。いや、また社長がいい人だろ、なんかいい人だろ。面白いし、なんかホワーンとしてるじゃん。なんかギスギスしてないじゃん。あ、なんか歌歌ってくれるって社長さんから言ったんですけど、このマイク、このマイクでよかったら歌歌ってください。あるんですか、自分の歌が。自分の歌ないですね。あのモノマネなので、すごい。いえいえ、桜根純子さんですかね。はい。夏は心の鍵を甘くするわ、ご用心ですね。YouTube やってんだ。自称モノマネ YouTuber、ね、4チャンネル、はい、ひたすら歌っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。持ってましょうか。はい、じゃあ行きますかね。去年のトマトは青くて硬かったわ、だけどいかが。ありがとうございます。こりゃ伸びんな。こりゃ伸びんな。ようチャンネルで出てくるんですか。はい、出てまいります。大変なように、まあ、ギリでチャンネル登録だけしちゃってください。社長が面白いとやっぱね、妹さんも綺麗な妹さんもおって、はい、面白いジムさんおって、でひたすら無視して黙々とやる優秀な社員がおって、最強のチームワークだ。書類とかはだけどさ、あれ社長どこ行ったんですか。逃げてたら。あ、来た。社長最後ちょっと出てください。締めに。もう慣れてきましたよね。おはようございます。優勝おめでとうございます。優勝スピーチお願いします。やっぱりやると思ってました。皆さん、あの藤井工業さん、会社の住所が対馬なんですか。対馬市ですね。でもカニインターから本当にねすぐ近いです。僕もお仕事なの時にやっぱインターから近いってことでやっぱ便利だから、やっぱ仕事の単価もすごい下げれるっていうので本当に建設土木でくれると。ランチがお値打ちになってますんで。優勝カードランチだね。面白い社長だけど。ちょっと無理しとるから。めちゃくちゃいい人だから。ぜひ皆さん、仕事の依頼などあれば声かけてください。よろしくお願いします。せーの、またみでーす。